くりしていってね。鬼はアソトークはアウチー。こんにちん平気。解説のゆっくり霊夢です。バレンタインは中止、中止です。コンパンちゃんドラム、解説を聞くゆっくりのマリサだぜ。ツイッターで戦車についてのモーメント作ったりクソコラ作ったりしてたら花粉飛び始めてるんだけどどうなってるの？焼き払いたい。関東圏の杉林と檜林を、すべて。無理だ。というわけで今回は焼き払うのにおあつらえ向きな兵器を紹介していくよ。一体何を焼くつもりなんですかね？そりゃもう生きとし生けるすべてよ。あっさし。時は40年代後半、太平洋戦争で使用された核兵器は各国軍隊を震撼させ、その後の戦争や軍のあり方に多大な影響を与えたよ。戦争は変わった。アメリカ海軍もその例外ではなく、核爆弾を運用可能な艦載機を強く求めていたんだ。まさかのブーメランである。当時は技術的限界から核爆弾の小型化に限界があり、その輸送手段は空軍が保有する大型爆撃機のみだったんだ。空軍ばっかりずるい。なんだいつものセクショナリズムか。というわけで空軍に遅れを取りたくない海軍のプライドに当時の核兵器万能論とでも言うべき風潮が合わさり、ノースアメリカン社に開発させた攻撃機が AJ、サベージだよ。なんだレシプロ双発か、意外と堅実。ところがどっこいこいつを見てくれ。ん。実はこいつ、2機のレシプロエンジンと1機のターボジェットエンジンを混載した攻撃機なんだ。どうしてこうなった？初期のジェットエンジンにありがちな信頼性のせいかな。当時は最新技術だったもんな。特に低速性能には相当な難があって、艦載機として運用する2割発着時などに危険が大きいと判断されたんだ。着艦なんてレシプロでやっても普通に危険だもんな。加えてジェットの燃費の悪さをレシプロで補う意味もあったみたい。そこまでしてでもジェットエンジン使いたかったんだぜ。なんせ高速性能がレシプロの比じゃないからね。航空機は変わった。完成した AJ は1949年に初飛行し、1950年には空母コーラル、CA の着艦実験を成功させたことで、航空母艦から発着できる最小の核攻撃機となったんだ。海上の好きな位置から飛ばせる核攻撃機とか、当時としては結構な脅威よなこれ。そんな AJ だけど結構無理した設計になってて、特に機体サイズは実に全長 19.2 メートル、全幅 21.8 メートルと艦載機どころか陸上機と比べても十分すぎる大きさになっちゃったよ。艦載機にしちゃでかいでかいと言われる F7F ですら全長 13.8 メートル、全幅 15.7 メートルっていうのになんだこのサイズは空母乗る気あんのか。近いサイズの機体だと DO217 やキャンベラがあるよ。双発陸上爆撃機が比較対象とかおかしい。そもそもレシプロジェット混合2発の大型艦載機なんてまともな比較対象があるわけないだろ。それな。ちなみにこいつが完成していなかった場合、対戦装備を撤去した P2 哨戒機に核爆弾を積んで J 等で強引に飛ばす予定だったよ。陸上機にブースター増設して空母から飛ばすとかもはや映画の世界だな。というか実験自体は成功してるし、配備もされてる。意地でも艦載機で核攻撃してやるという気概を感じる。なおまともな着艦装備はない模様。不時着水待ったなし。訓練時なら陸上基地に降りれるんだけどね。それから写真偵察機や空中給油機としての派生型や、レシプロエンジンをターボプロップに変更した改良型の A2J スーパーサベージがあるよ。この安直なネーミング。こいつは主翼が折りたたみ可能になったほか、プロペラが二重反転になったりターボジェットエンジンがビブに移動し取り外し可能になったんだ。で、性能は？競合機に圧倒的な性能差をつけられ、プロジェクトが廃棄されたよ。スーパーカッコ笑い。決定的だったのはターボプロップエンジンの信頼性の低さで、その性能たるや同じエンジンを使う A2B や XF-84H、サンダースクリーチにまで数々の問題を引き起こし計画をこしゃらせるレベルだったよ。とんだ疫病神だぜ。そんな A2J を破った競合機で、AJ の後継機となったのが、この A3 スカイウォリアーだよ。めっちゃまともな見た目。そのサイズは AJ を上回り、全長 23.27 メートル、全幅 22.1 メートルと、これで艦載機とか嘘だろお前ってくらいでかくなったよ。艦載機のサイズでギネス狙えるんじゃね？実用機では最大かもしんない。マジかよ。しかし性能は優秀で、最高速度は AJ の時速758キロを大きく引き離す時速982キロだし、5.4 トンの容量を誇る爆弾層は機雷投下任務にも対応できるんだ。核から機雷までなんだって運んでやるぜ。ビブには当初自衛用の20ミリ機銃が搭載されていたけど、後に回収でジャミングポットに換装されたよ。爆撃機にとっての脅威が機銃からミサイルに変わるもんな。時代に合わせてアップデートできる兵器は優秀。ブローニングもそう言っているかっこ言っているとは言っていない。最悪文明が滅びても使われそうだよなあれ。
また余裕ある搭載能力から写真偵察機や空中給油機、電子戦機など数々の派生型が作られ、なんと陸上爆撃型は B6J6 の名称で空軍に配備されたんだ。性能がセクショナリズムに勝った。そんなこんなで1956年配備開始にもかかわらず、派生型が最終的に退役したのはなんと1991年と結構な長寿期になったよ。優秀かよ。とはいえ航空機の急速な発展は核攻撃機としての A3 を早々に陳腐化させてしまい、新たな機体の開発が求められるんだ。ぼちぼち超音速機が出てくる時期だもんな。そして生み出されたのが、この A5、ビジランディだよ。初飛行が1958年とは思えない見た目してやがるぜ。こいつは当時の技術の末を結集した超音速環状核攻撃機で、クリップドデルタ翼や可変インテーク、チタン材などを採用したかなり野心的な設計の艦載機として仕上がっているよ。全力で性能を追求するスタイル、嫌いじゃないぜ。最高速度は高度1万2000メートルで実に時速 2125km、海面高度でも時速 1297km を叩き出したよ。やったー、かっこいい。肝心の爆弾層の構造は非常にユニークで、胴体内に核爆弾を2個の燃料タンクと連結して搭載しているよ。燃料気化爆弾かな？これは空になった燃料タンクの投機と爆弾の投下を同時に行うための配置で、テールコーンを切り離し燃料タンクごとドローグガンで核爆弾を後方に射出することで減速を最小限に抑えつつ投下を行えるんだ。トスボミングやレイダウン投下をしないで済む、そういうことに喜びを感じるんだ。ちなみに燃料タンクにはフィンが取り付けてあり、爆弾の投下コースを安定させてくれるよ。やったぜ。しかしこの機構は衝撃に弱く、カタパルトからの射出時に燃料タンクの脱落を起こすなどのトラブルを引き起こすことが多かったんだ。成し遂げなかったぜ。また爆弾層に一発しか搭載できないため、通常の攻撃機としての運用が不可能になってしまったんだ。望みが絶たれた。一応翼下のパイロンにも爆弾を搭載できるんだけども、そこまでしてこいつでやる必要性がその、せっかくの速度も落ちちゃうもんな。変わりっちゃなんだけど、爆弾層の中身を変更して空中給油機として運用することができたよ。さっきからみんな空中給油機になってんな。なんせかつ詰める搭載量があるからね。いい搭載量でしょう？余裕の搭載量だ。機体サイズが違いますよ。そんなビジランディは1962年から実戦配備され、同年11月のキューバ危機ではフロリダ州キーウェストに核戦力の一つとして展開していたみたい。いきなりクッソ重大な任務来てんな。しかし目立った運用はそこまでで、1964年には早くも実戦部隊での収益が終了し、67年には核攻撃任務から完全に外されているよ。なぜコロタシ？防空システムの進歩や核爆弾自体の小型化、そして何より核ミサイル、特に海軍の管理下となる SLBM の実用化のせいだね。己 SLBM、一つ金兵器を殺せば気が済むんだ。実用性の低下に元来の運用のしつらさが合わさったビジランディはその役割を終え、ほぼ唯一の派生型となる偵察機型も機体強度などの問題から1979年までには全機退役しているよ。なんか時代のあだばなって感じだぜ。こうして核戦略は次なる時代を迎えることになったのさ。ってところで今回はここまで。冷戦の生んだ艦載核攻撃機、いかがだったかな？やっぱり弾道ミサイルには勝てなかったよ。あれのせいでポシャった兵器は数知れずだからね。仕方ないね。では、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございましただぜー。